2月4日午前0時、日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは、注目したい事柄です。後ほど、地域別戦況報告で詳しくお伝えしますが、ロシア軍はクレミンナ方面で攻勢を仕掛けており、一部でウクライナ軍を押し戻しています。バクムットの北東でも、ロシア軍は北に向けて攻勢圧力をかけています。バイデン政権は、2月3日、ハイマース用の精密長距離ミサイルを含む、ウクライナへの新たな22億ドル、約2900億円の軍事援助パッケージを発表しました。パッケージには、地上発射小口径爆弾 GLSDB が含まれており、ハイマースの射程を約 80km から 151km に拡大します。このため、昨年の夏以降に再構築したロシア軍の兵站網が再び脅かされることになり、ロシア軍は対応せざるを得ず、大きな負担になるものと思われます。現在、前線から100キロメートル程度の位置に再配置された補給拠点がさらに後方に下がることになり、下がった補給拠点から前線まではトラック輸送になるため負担は激増します。他にもこのパッケージにはジャベリン対装甲システム500機、ホーク防空射撃ユニット2機、通常のハイマース弾薬120ミリ迫撃砲と155ミリ砲弾も含まれています。欧州各国からの戦車供与の話が広がりつつあり、モスボール状態にあるレオパルト1戦車も100両以上が再整備されてウクライナ軍に送られる模様です。型番は A5 以降のものと思われ、レオパルト2とは比べ物にはなりませんが、ウクライナ軍の戦車隊を補完することになります。年代的には、ロシア軍の T-70 に、日本の74式戦車に匹敵する世代の戦車ですが、A5 は、射撃管制装置が近代化されており、砲弾も、新型の APFSDS 弾が発射できるようになっています。デイリー NK の出版物によると、北朝鮮がルハンシクとドネツク地域に警察官と軍人を派遣して治安維持と破壊された建物や道路の復旧作業、修復に参加する予定であると報じています。北朝鮮は旧ソ連時代にはかなりの数の軍人をソ連に壊れて世界各地に派遣していました。ロシア時代になってからは、軍人ではなく、職人や労働者を派遣することの方が多かったようですが、外貨獲得やエネルギーなどの資源の確保のために受ける可能性は高いでしょう。これが今後、戦闘員の派遣という話になるのではないか、と心配している識者も多いようですが、その可能性は大いにあります。北朝鮮はすでに、国際社会から厳しい制裁を受けており、今さらロシア側について追加制裁を受けたとしても、今以上に厳しい制裁はあまり考えられず、大きな負担はないものと思われるからです。フランスのルコルニュ国防大臣とイタリアのクロゼット国防大臣は3日、電話で会談し、
両国が共同で開発した地対空ミサイルシステムマンバを今年の春にウクライナへ供与することで合意しました。フランス国防省によりますと、この地対空ミサイルシステムは移動式で、弾道ミサイルや航空機、それに無人機などの迎撃が可能で、射程はおよそ 100km だということです。このミサイルシステムを今月1日にウクライナへの供与を発表したレーダー、グランドマスター200と組み合わせて使うことにより、より大きな効果を発揮でき、ロシア軍の攻撃に対する迎撃能力の向上に役立つこととなります。ロシアによる軍事侵攻から1年になるのを前に、欧州連合、EU のミシェル大統領とフォンデアライエン委員長が3日、侵攻後、初めて揃ってウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領と会談しました。会談後の会見で、ミシェル大統領は、ウクライナの未来は EU と共にある、と述べて、ウクライナとの連携を強調し、支援を継続していくことを改めて示しました。フォンデアライエン委員長は、ロシアによる軍事侵攻から1年となる、今月24日までに、ロシアに対して、ミサイルや無人機に使用される技術などを対象にした、追加の制裁を科す意向を示しました。ウクライナは EU への加盟を申請し、去年、加盟交渉開始の前提となる加盟候補国には認められ、会談ではこのことも話し合われました。ゼレンスキー大統領は、我々の目標は明確で、加盟に向けて手続きを加速させていくだけだ、と述べました。これに対し、フォンデアライエン委員長は、ウクライナが EU に加盟するためには、達成しなければならない目標があり、さらなる改革が必要、との認識を示した上で、加盟に向けた具体的なスケジュールは示しませんでした。EU 加盟への道は、まだまだ長いようです。米国の有力紙は、当局者の話として、ロシア軍の人的損害が20万人に迫っているという見方を示しています。特に、ドネツク州のバクムットや近郊のソルダーをめぐる戦闘で、ロシア側は訓練が不十分な新兵や刑務所の囚人などを戦闘員として投入し、甚大な損害が出ていると指摘しています。ただ、プーチン大統領は2日も、第二次世界大戦中のナチスドイツとの激戦に重ね合わせる形でウクライナ侵攻を続けることを強調しています。ニューヨークタイムズはロシアの専門家の話として人的損害がプーチン大統領の戦争の目的を抑止する可能性は低いとする見方を伝えています。ロシアの独立系の世論調査機関はロシア国内で行った調査で、ウクライナへの軍事侵攻がさらに半年以上続くと予想する人が 68% に上り、これまでで最も多くなったと発表しました。侵攻が今後どれだけ続くかという質問に対して、1年以上と答えた人が 43%、半年から1年と答えた人が 25% で、合わせて 68% がさらに半年以上続くと予想しています。これは去年11月から4ポイント増えて最多となっていて、2月で軍事侵攻から1年となるものの、長期化は避けられないという見方がロシア国内で広がっていることがうかがえます。また、ウクライナをめぐる情勢に注目しているかという質問に対して、全く注目していない、もしくはあまり注目していない、と答えた人は、合わせて 43% に上りました。昨年9月、予備役動員発表直後に、一旦関心度が上昇しましたが、現在はまた、関心度が低下しています。これほどの事態でも、ロシア国内では、関心が低いようです。一方、プーチン大統領の支持率は、
82% と依然高い水準を保っており、ロシアの人々は世界で起こっていることを知らないのかと思ってしまいます。それでは各地域別の戦況です。オスキル川ボロバ方面、ウクライナ軍はロシア軍のステルマキフカ周辺の攻撃を撃退しました。この付近ではウクライナ軍がまだわずかに優位に立っていると思われますが、ロシア軍も兵力を増強して、数ではすでにウクライナ軍を凌駕しており、今後さらに兵力を増強することにより優位に立とうとしています。この地域で戦っているウクライナ軍の第92機械化歩兵旅団はウクライナ軍最高の機械化旅団の一つです。クレミンナ方面、この方面でロシア軍は攻勢を強めており、ネフスケの方向で攻勢を仕掛けてきましたが、この攻撃はウクライナ軍により撃退されています。ロシア軍はクレミンナから西への圧力を強めており、かなり激しい砲撃をウクライナ軍に浴びせて攻撃を繰り返しており、3日はクレミンナ西側だけで20回以上の戦闘が発生した模様です。またロシア軍はクレミンナの南西にあるコズマネとディブロバを占領した可能性が高く、クレミンナ周辺の一部でウクライナ軍は後退して体制を立て直しています。東部リシチャンスク方面、ビロホリフカに対してロシア軍は攻撃を続けており、公開された映像にはウクライナ軍の制服を着たロシア兵が映っており、このまま攻撃まで行ったとしたらジュネーブ条約違反となりますが、ロシア軍が国際条約など気にするとは思えず変装して攻撃を行ったものと思われます。ロシア軍はベルヒノカミアンスクにも数日ぶりに攻撃を行っていますが、ウクライナ軍の防衛線を突破することはできず撃退されています。ロズドリフカ方向では相変わらずロシア軍は波状攻撃を続けており、ロズドリフカは南東の方向とミコライフカのある南西の方向からの2方向から攻撃を受けていますが、ウクライナ軍の守備隊は頑強に抵抗しており、これらの攻撃をすべて撃退しています。ロシア軍はミコライフカから北のフェドリフカ、西のバシュキフカへの攻撃も兵を増強して行っており、特に北側に進む部隊はシベルスク方向のウクライナ軍の後方遮断という重大な任務があるため、兵力を優先的に送っているようです。シベルスクにロシア軍が到達するようなことがあった場合、シベルスクの東側のウクライナ軍は撤退するほかなく、そうなればクレミンナの南西部分も後方が危険な状態になるため撤退する可能性が高いので、シベルスク方向へのロシア軍の進撃はウクライナ軍としてはこれ以上行えないように全力で阻止する必要があります。東部バクムット、アルチェモスク方面、バクムット市の北側のクラスナホラとパラスコビウカに対して昼夜を問わず攻撃を仕掛けており、損害を気にせず正面攻撃を続けています。ウクライナ軍はクラスナホラでは市街への侵入を許したものの、頑強に抵抗しており、ロシア軍は砲撃回数を増やすなど歩兵支援を強化しているようですが、ウクライナ軍の砲兵隊も
臨機応変に対処しており、ロシア軍砲兵隊にも大きな損害を与えている模様です。ロシア軍は、クラスナホラ、パラスコビーフカを西に抜けて、バクムット市を包囲したいのですが、ウクライナ軍の激しい抵抗により、阻止されています。ロシア軍は、バクムット市東側での攻撃を再び強化しており、部隊の補充が終わったものと思われます。T-1302 号線との交差点付近から住宅街に向かっての攻撃で、ロシア軍はわずかに前進した模様です。工場地帯からの攻撃は食い止められており、前進できていません。さらにその南の住宅街に対する攻撃もウクライナ軍に阻止されており、ほとんど前進できていません。バクムット市の南側では、オプトネがロシア軍に占領されました。ロシア軍がオプトネから北上して、バクムット市街に侵入しようと攻撃を行っていますが、今のところロシア軍はこの付近から市街に入れていません。イバニフスクに対する攻撃も引き続き行われており、昼夜問わず、繰り返し攻撃が行われています。ウクライナ軍はこの攻撃も撃退し続けており、ロシア軍は具体的な成果を上げられていません。主要道 T-0504 号線は安全に通行できる状態ではありませんが、ロシア軍に完全に遮断された状態でもなく、ウクライナ側が確保したままです。イバニフスクの西にある交差点付近に向かっているロシア軍部隊も、交差点南側の標高244メートルの高台にあるウクライナ軍陣地から狙い撃ちにあっており、前進できていません。東部ドネツク市方面北側。この方面でロシア軍の攻撃は報告されませんでした。東部ドネツク市方面南側。ロシア軍の数度にわたる大規模な攻撃にもかかわらず、ボハレダラは完全にウクライナの管理下にあります。ロシア軍は西と南と南東から攻撃を繰り返しましたが、すべて大きな損害を出して撃退されており、3日はボハレダラを包囲する方針に変更したようで、ボハレダラ周辺のウクライナ軍陣地を攻撃し始めていますが、それもうまくいっておらず、損害を重ねています。南部ザボリージャ方面、南部ヘルソン州方面。この方面で、戦況図に変化はありません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。